そろそろ目標地点に到達する。もう一度君たちに課せられた依頼を確認する。目標は市街地を制圧している部隊の撃破。敵勢力は戦闘メカだ。この依頼を達成した時、君たちはレイブンに登録される。このチャンスに二度目はない。必ず成功させることだ。これより作戦領域へ投下。ミッションを開始する。システム起動。これに生き残れば。レーダーに表示されている赤いラインは作戦領域を示している。ここでも外に出た時点で作戦放棄とみなす。気をつけろ。全滅を確認。新人にしてはマシな方ということか。力は見せてもらった。ようこそ新たなるレイブン。君たちを歓迎しよう。目標達成。我がグローバルコーテックスに対するテロ計画の情報を入手しました。犯人の正体は現在のところ不明ですが、レイブンに恨みを持つ者は少なくありません。情報によると、彼らは近日中に予定されているアリーナの会場を破壊し、開催を休止に追い込むつもりのようです。施設内で待機し、侵入者を殲滅してください。なお、今回の依頼には彼らに圧倒的な力の差を見せつけ、今後の活動を抑止する目的があります。そのため、撃破した敵の機体数に応じて報酬を支払うこととさせてもらいます。そのつもりで。システム起動。予想以上に戦力を投入してきたようです。気をつけてください。
ではどうやら見込み違いか。